秋の全国交通安全運動が始まりました。ここは町田市の原町田5丁目交差点です。町田市域ではこの交通安全協会、そして南大沢の交通安全協会の領域では皆さん方がボランティアでこの交通安全運動の循環10日間街頭に出まして、皆さん方が交通安全、住民の皆さん方の交通安全協力をお願いをしております。ここ原町田5丁目交差点は町田街道と町田の駅前通りがこの交差する T 字路の交差点です。変則的な道路もありまして、非常に交通量の多い、事故も発生しやすいところです。どうかこの5日間、この10日間交通安全運動の循環にかかわらず、日頃の皆さん方、ドライバーの皆さん、そして自転車の皆さん、歩行者の皆さん方も交通安全に努めてもらいたいと思います。ここには交通安全運動の監視のお示書が出ております。原町田の交差点ではこの一番中心になります町田地域の大支部というテントが立っておりまして、皆さん方交通安全に努めていただいております。どうぞ歩行者の皆さん、自転車の皆さん、そしてドライバーの皆さん、交通安全に気をつけてください。朝の時間に訪問しました。終わります。